はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もオクトパストラベラー2やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ、今日もタイムアタック続けてやっていきましょう。今、時間が3時間です。まず、レベルを全員40まで上げたいと思います。上げる場所はここ。月と太陽の洞窟。ここ上がりやすいもんね。ここで全員を40にしてから、オーシュットの、ストーリーをまずクリアしていきましょう。では、まずはレベル上げからいきます。4人が40までなりました。あと、アグネアとキャスティだけだね。この2人が40になるとレベル上げは終了です。このオクトリンたちで、全員レベル40ですね。お金も結構貯まったね。50万ぐらいお金貯まったので装備品もある程度、揃えられそうです。よし40。あれちょっと待って、こいつだったっけ。あったこいつだ。ないと思ったらね、あったロイヤルガード、ロイヤルガードの頭と体でしょ。で盾は守り人をしようか。それでいいでしょ。そうしよう。全部変えるね。でロイヤルガード、SP とかも欲しいけども、とりあえずはこれで OK です。じゃああと盾だな。トトハハに行かなきゃいけないのか。やばい、お金が足らんお金が足らん。なんか売ればいけるな。いやもったいねえなー。食べ物が結構あったな、そういえば。ここら辺をちょっと売りまくれ。こんなにはいらんわ。こんぐらいで買える？守り人はね、必要なんだよね。7個、OK! 7個あればいい。よし、これで装備が一通り揃いました。オーシュットのやつ行きましょうか。ちょっとストーリー始める前に、こいつだけは倒しとこうかな。ここだけは。の方が、役に立つ気がする。あ、ここが錆びた斧ですね。錆びた斧なので、竜王の斧を作ることができるんですよ。なのであれがあればだいぶ違うと思うんだよな。一発じゃ無理やろ。一発じゃ無理だろうね。まず弱点が何かがいまいち分かってない。まあいいや、もうそのままいけ。でいっ、おお、いいじゃん。でもすぐには倒せそうにないな、意外と。あ、結構やるわ。OKOK。 まあ、いいっしょ。 OK。 いいでしょう。あ、でももう次のターンぐらいで倒せるわ。さすがにね、竜王の斧の獅子狩りは持っておきたいところだもんね。国の誇りと共に。じゃあ錆びた斧、周りにも何かあったっけ。竜王の斧ゲット。ちょっと満身の力が覚えれなかったので、もう少しね、錆びた装備を取りに行きましょうかね。こいつを眠らせればいけるよね。多分普通に戦っても今のレベルじゃちょっと勝てないんで、眠らせてから取りに行こう。ここが確か槍だよね。確かここが槍で、探検が沈没船の中にあったね。んでここが、なるほどね、盗賊のやつね。で錆びた探検だ。 OK。これで多分、満身覚えれるんじゃないかな。どうだ？サポートか。あ、満身覚えた。OK。この満身がね、かなり重要なんだよね。
残り4分何しよう。最後はちょっとアイテム集めをしましょうか。3分ぐらいじゃちょっと何にもできないや。あ、禁断とかあったか、ここ。オッケーオッケー。んーで、報告をして、ちょうど4時間半かな。うん、ここのアイテムはちょっと重要なので、取っておきましょう。勝利を呼ぶ指輪をゲットですね。はい、これで4時間半が、経過しました。ちょっとレベル上げをして、その後に、オーシュットをクリアしようかと思ったんですけどね。ちょっとそこまで行き着きませんでした。次は、オーシュットのメインクエストを全部終わらせてから、他のメインクエストを回っていきましょうかね。装備もある程度揃えましたし、レベルも40になれば、多分いけるでしょう。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。